前回のカズクラ、またカズクラの街がパワーアップしてみたみたいなんだけど、なんだか途中なんおかしい、ブロック置けないやん。待てよ、これ試せるじゃねえか。そこで何スタックもの土をぶっ込んでみると、またアイテム欄に戻ってる。うん、そういう回でした。はい、どうもこんばんは。ちょっと今変身シーンみたいなもんでしょ、仮面ライダーとかのさ。ちょっとまあいいや。どうもこんばんは、カズクラでございます。いや、もう本日もカン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 なってます。いや、一応寝ろってことでしょうね、これ。いや、一応寝ておっかっていうか、お前完全にガラスの中にいないか、それ。お前大丈夫？ガラスの中にいるような気がするんだけど、大丈夫お前。いや、ちょっと心配だな。まあいいんだけどさ、とりあえず寝るとするわ。チャッパ。よく寝たー。さーて、今日も一日ね、楽しくやって、ちょっと待ってな。大丈夫だな、あれ。ベッドではないよね。うん？あ、ベッドに見えた、これ。パックパック。うまい！待て、お前、何しに来てんだよ、こんなところに。この村は俺が守る。あ、そっか、外側湧き潰し、あ、してない。ワクワク。内側だけでなく外側もやらないと。ワクワク。危ない、危なかった。これなんてことしてたんだろう。いや、危ないよこれ。このまま村にね、流れ込んだらどうすんだって話ですよね。大丈夫？なんか別になんか湧いて、余計な頃も湧いてるような気するんだけど。あー、乗り換えちゃった。追加で湧いてるような気、気のせいか、さすがに気のせいか。とりあえずワッキーはこんなもんでいいでしょうか。オッケーオッケー。じゃ一旦牛乳、美味しい牛乳飲みに行こう。牛乳さん、一本ください、一本。ぽい。うまい。うめえ。また。よいしょ。っていうか待って。これもうこっちから組めるようになったんじゃない、これ。あ、ダメだ。こっちからじゃないとやっぱ当たり判定ないみたい、まだ。名付けまして、あっちのあの作業していきますか、とりあえず。待っててね。おー、ちゃんとね、視聴者さんとの約束守るからさ、俺土張るって言ったじゃん。忘れてない、もちろん。ね、いや、クオリティすっげー良くなってるよ、完全に。まだ、あ、土足りんな、これ多分。ちょっと作るか。1,2,3,4。で、これも。1,2,3,4。はい。OK、OK。さあ、うんならね、土を張っていきましょう。これで、この村、もっと良くなる。まだまだこれで、おぉ、びっくりした。建築のやる気がね、また出てくるっていうもんですよ、これのおかげでさ。なんかいい方法ないのかな。3つ一気にやるといいのかもしれないな、これ。ここで、お、いける。あー、もう、難しいな、これ。あ、これでいけるわ。あー、いや、これかなり高度な技なんだけど、俺、やりきるから。これ右押しっぱでいいんですよ。なんだこれ。やっぱり2個ずつ真面目にやった方がちょっと合ってるかもしんないな、将棋。いや、難しいよ、これ、ほんと。もうなくなったの？今何スタック？ 1,2,3,4,8 スタックが一気に解けた。マジか。足りるかな？いや、足りるわ。うん。完全に足りるわ、これは。さっき以上に作ったろ、もう。もういっぱい作るのめんどくさいから。オッケー。こんだけある。まだちょっとね、張り直していきたいな、いろいろと。やっぱこういうね、地味な作業なんですよ。地味な作業が楽しいのがマイクラ。ああ、綺麗になった。あ、本日もちょっと視聴者、あ、最近アンケ結果とかちょっと見せてなかったな。アンケいきますか。いや、皆さんもアンケの答え方ね、右上ポッと押すと、なんか出てくるからさ、もしよかったらね、回答してみてください。うんならいきます。アンケの結果です。あー、これはサービス問題みたいなもんですね。34歳になったカズさん、どうなる？これですね、答え、あ、ちょっと難しかったか。答えなんですけども、カズクラの内容が濃くなるでございました。外れてしまった皆さん、残念。いや、これ難しかったよね。内容が濃くなるなんですよ。いや、ちょっと濃すぎて、今日もね、胃もたれ気味の方も大勢いらっしゃると思います。そこはね、本当にね、申し訳ない。胃もたれは本当申し訳ないよ。ごめんね、胃もたれさせちゃって。でもね、本日、ちょっと程よく、水混ぜてっから、元気のまま飲ませねえから、任せろ。
あ、本日の検証、そうだ。やらないとやらないと。いや、本日、そうだそうだ。夜が来る前にちょっとやりたかったことがあったんだけどさ、その間に砂、うん。あ、その作戦でいいわ。ちょっと待て待て、忙しい。忙しいぞ、今日。ちょっと待て。ちょっと待てね、待てね。いやー、なかなかしかも湧かないときたから大変な作業にはなるんだけども、いやー、捕まえれるか、これ。あー、ちょっと待て。こうできるか。よしよし。よし、かっこ OK。まあ、寝るか。あー、よく寝た。さーてと。まあ、ちょっと今のうちに段取りだけしてしまおう。こうか、こうか。あら、あなた。あなたいいかもしんないね。あなたいいかもしんない。ちょっと、あっちまで来てくれないか、これ。ちょっと来てくれないか、あっちの方まで。しかもだな、君には、すごいのあげちゃおう。オッケー。オッケー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 。じゃあ持ってくるね、特別なアイテム。いやー、すごいよ、これ。君は、さらに強くなって、生まれ変わることができる。ちょっと最初痛いんだけどね。アジンみたいなもん。うん。知ってる漫画のアジン。あれだよ、あれ。いくよ。オーケーオーケー。めっちゃ強そうになってる。あとは、ちょっと待ってね。たまにこれがね、痛気持ちいい時があるから、ちょっと注意するわ。ちょっと待っててな。あ、痛い痛い痛い、痛気持ちよくなってる。あ、危ない危ない危ない。オーケーオーケー。今度オーケーだ。さあ、では、あっち。あっち村人がいないからさ、あれだったらこっち来てみる？あっちの村まで。それがいいと思うんだ。数の腰がたまらないようにしっかりと毎回これを壊していく。うん、混んでいい混んでいい混んでいい。で、まだまだね、沿線していきますよ。おーおー、なんかピコンって言った。えい、混んでいいか。いいね、いいね、いいね、いいね。なんとか、日中のうちに村にね、連れていきたい。うん、しけないしけない。ちょ、ここだけなんとかするしかねえのか。まあ、スライムでも貼って頑張りますか。オッケー。よし、連れてこよう。ほら。いやー、言うなれば君がね、アダムになるんだ、アダムに。君が、アダムになる。ちょっと待っててくれな。あー、ほんでまだ視聴者さんのコメもね、いっぱい来てるからさ、読もう、読もう。何回も言って、やべ、数の腰じゃねえか、これ。いや、これは見過ごすことができない。なんだ、その中途半端な数。この尻尾みたいなのなんだ、この尻尾みたいなの。ちょぱ、完了。かわいい。まあ、やればできる子、YDK とは私のことだ。さあ、ほんならこっちの方もね、もう綺麗に。あ、太陽沈み始めてる。急ごう急ごう。なんだこれ。これ欲しくなった。あ、やべ、つけれん。こうかこうか。ちょっぱ。オッケー。よし、こういうことだな。最初の村人は行くぞ。オッケー。急いで行くぞ。まずいまずいまずい。あと村までもう少しなのに。ちょ、待ってろ。なんとかして連れてきてやっからよ。やばいやばい、連れてこう連れてこう。はい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 。わかってますわかってます。オッケーオッケー。勝手に行った。分かってる分かってる。早くしないと湧く、湧く、湧く。湧こうさん、湧こうさん。気をつけろ。さあ、ここでやることになるかもしれん。待っててくれな。来て来て来て。え？消えた。あ、やっべ。やられるかもしれん。あれ？村人ゾンビが2体も。ちょ、待って待って待って。え、そんな発生することある？村人ゾンビ。あれ？なんとか間に合うか？これ。待って、そっちなんだけどさ。くぅ、押せ押せ押せ。やっぱこういうの必要なんだよな。オーケー。くわー、余計なのもいっぱいいる。ちょっと待って、バレないようにさ。危ない危ない。こいつだけは。俺がこの手で行く。よし、オッケー。さあ、あともうちょっとなのに。待ってるよ。よいしょ、よいしょ。成仏オッケー。オッケー、成仏。よし、こんで連れてこれるでしょ。オーケー。よしよし。よし、こんで来たと思う。こっちこっち。はぁ、あっぶね。あっぶね、クリちゃん。よし、オッケー。来た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 。誘われてる。村人に誘われてる。あ、え？え？うえぇー！え、なんで？なんで？なんで？なんで村人ゾンビにならないの？え？いや、今回の検証ってのはね、これです。気になって、まあ、眠れませんと、村人ゾンビになりますが、ドラゴン村人がゾンビを襲われたらどうなるんですかと。え？え、ちょっと待ってよ。聞いてないし。え、バージョン変わってなんか変わったの？これ、みんな村人ゾンビにならなくなったのこれ。ちょっと待って。ちょっと朝になるまでちょっとだけ粘らせてもらおうかな。いや、相当ひどいな、これ。溜まり場みたいになってる。完全にゾンちゃんの溜まり場になってる、これ。あ、いた。いいよいいよ。あ、もしかしてさっきの、生まれ変わりかな？生まれ変わりかな？この人もしかすると。ちょっと待って。生まれ変わりの可能性はある。
ちょっと待ってね。開けてあげるから。開いた。あなた生まれ変わりでしょ。せめて、せめて。行くよ。チョッパ。食べさせてあげるからこれを。開いた、開いた、開いた。ちょっと待っててな、お前。生まれ変わりなはずだから絶対。待っててな。ああ、帰ってきたのね。帰ってきたのね、あなた。あ、武器。あ、本当に帰ってきたの？おかえり。この村、一緒に発展させていこう。俺、頑張るから。はい、とまあ本日はこんな感じで終わりたいなと思います。ちょっとね、最初の趣旨と違った感じになっちゃったんですけども、初めての村人、誕生いたしました。いやー、この感じで、この城下町も人を少しずつ増やしていこうと思う。大丈夫か？本当に。大丈夫？増やしていこうと思うんで、またね、皆様これからもよろしくお願いいたし、湧き潰しがもの。ではね、またね、明日お会いしましょう。バイバイ。バイバイキーン。